アルフレッドと、妻マリア、長男アルフレッド・アルフレートは、第三大ザクセンコーブルクゴータ公。全名はドイツ語で、アルフレート・エルンスト・アルベルトもしくは英語で、アルフレッド・アーネスト・アルバート。ニックネームはアフフィ。ザクセンコーブルクゴータ公氏アルベルトとその妻であった、イギリス女王、ビクトリアの次男。イギリス王族として、エディンバラ公にも上されていた。アルフレッドは、 1844年8月6日に、ビクトリア女王とその王廃、アルバートの間に第四子として、ウィンザー城で生まれた。1856年にアルフレッドは、イギリス海軍に入隊した。1867年から翌年にかけて、ガラテア号で世界一周航会を行い、日本に立ち寄り、イギリス王子として、初めて、オーストラリアに上陸している。 1862年にアルフレッドは、廃位されたソ葬二世に代わって、ギリシャ王に押されたが、カーラの反対にあって辞退した。アルフレッドは1874年1月23日に、ロシア皇帝アレクサンドル二世の娘マリアと結婚した。1893年8月23日に、おじのザクセンコーブルクゴータコエルンスト二世が死去した。エルンスト二世には、 子供がなく、その弟である父アルバートはすでに死去しており、兄のウェールズ公アルバート・エドワードも後位継承権を放棄していたため、アルフレッドは、ザクセン・コーブルク・ゴータ公アルフレートとなった。はじめは、外国人として嫌われたものの、アルフレートは我を主張せずに、現地のやり方を尊重し、最後まで片言のドイツ語しか話せなかったにもかかわらず、徐々に、 国民の支持を集めるようになった。アルフレートは1900年7月30日にローゼナウ城で死去した。唯一の男子アルフレッドは1899年に自殺しており、最年長の弟この男をアーサーとその息子、アーサーも後位継承権を放棄したため、マッテイ・オールバニコー、レオポルドの維持である、オールバニコー、チャールズ・エドワードが、 ザクセンコーブルクゴータ公を継承した。エディンバラ行為は継承されなかった。日本との関係では、明治維新から間もない1869年に来日した。欧米諸国の王族が日本を訪問したのはこの時が初めてとされている。日のマリアとの間には、以下の一難四条を設けた。名前はすべて英語名で記載。ありがとうございます。